勘弁してくれ。悪か。何があった？私が来たらみんなみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。よろしく。やめて、やめてよ。あれ？よちゃん、おい、大丈夫かよ？なに？あんた。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。Yeah!
なんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥。お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとう。あれ？もしかしたら。どうしよう。水なら。ありがとう。このままこれ。うん。よし、の。うん。減ってたんだこの子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。ユミ？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。誰だ？そっち。それがバッカスに行ったんだが全部消されたというわけ。何？ああそうか。キリュウ、後で警察が追う。そうだな。Oh!
レナ。伊達さんっていう刑事さんから電話でき、奥の部屋に行っててくれる？ああ、頼む。さてと、きっと一時的なし。ああ。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら。ここは？私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達で、レーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき、弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん。すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に、私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？いや。了解。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ。じゃあ行こう。